ッケーです。戻りました。すいません。あ、黒人さんもゴールドセントだ。あ、ゴールドセントだった。すげえ、ありがとうございます。やった、うん。じゃあこれやりますか。いきますか。シルバーになってる。あ、取れて、取れて。あ、取れて、オッケー、オッケー、オッケー。僕、ブロンズ。オッケーです。意味ないけどね。まあ、白がつくじゃん、一応ね。野良やった時に。あ、けどこれ、野良行くときは大事ですよ。そう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 。あ、ゴールドなんだみたいな、ね。要は野良で、これ野良で生きる団員でしょ。生きるための団員ですよね。そう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 。たぶん一生やることないから大丈夫。確かに、野良は。面白いけどな、野良。ほんま、サンタロウさんの面白いの、うん、そう、サンタロウさんかなり面白かったけど、ちょっと違うからな、うん、いや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 、死ぬ楽しみ方しないし、いやいやいや、おい、ガチくやめろ、すぐ女のケツ追い回してるだけだもんなって、うん、いや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 、ちょっと俺の成長を見ました、まあ成長は見たんですけど、俺は修行の生活です、修行の生活、いやそうなんだけど、でもやってることパパちゃんと一緒で女のケツ追いかけてるだけみたいな、被弾した被弾したなんて DM DM パパちゃんは糸取ってったDM 送ってたけでしょ、そっちの方がいい、ええ、リュウちゃん今トイレ行ってたの、あ、リュウちゃんいない、あ、リュウちゃんいない、あ、いないでも申し訳ないことした俺リュウちゃん返せるかなと思って言ったのにただの陰口でした確かに確かに今ただの悪口リュウちゃんみんな褒めてました、リュウちゃんのことみんな褒めてました、やりましょう、じゃあ行きます、俺いいですか、皆さん大丈夫ですか、ただの悪口、オッケーです、お願いします、お願いします、はい、あの D とか M とか言ってました、 D とか M とかやめろおはようございます、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 あ、待てた、これディフェクターね、はい、あげたって言います、イノセント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 、私、ハッカーでございます、ハッカー言いたくないんですよ、俺ソルジャーやで武器庫開けに、私メディックです、はい。私なんだ。女装の。確かに。ちょっとひね残ってるよね、女装が。あ、ワープ。766。だ、サイエンティストいないの？サイエンティストいない？サイエンティストいない？766了解です。サイエンティストいない？じゃあ俺チェリーから。シックル作ります。サイエンティストいなくても開けれる。開けに行きましょう。え、どういった？確かにサイエンティストいなくてもいいか。あ、そうか。ケイスケさんしよう。あれ3人でも開けれるか。いいっすよ。開けに行きながら。さ、なんだっけ、研究所みたいなの探しますか、仕方をした、俺チェリーめっちゃ集めてる、チェリーめっちゃ集めとくね、え、いくついるんですか、緑1個しかない、サイエンスいないけど開けに行こうって言ってる、3つで開けるの場所どこ、あのラボどこ、わかんないトラバサミ落ちてる、え、緑1個とかあんの、違うのかな、あ、自白剤ラボ下にある、自白剤ラボ下にある、僕ら素材とか自白剤ラボ下にあるよ、下にあるよ、俺もチェリー9個入れた、チェリー9個入れた、チェリー9個入れた、自白剤ラボ下にある、仕事します、仕事します、下にあるよ、じゃあ下に開けに行く、でもあいつら行ったんだよね、じゃあ適当になんか、じゃあいるも集めときます、あ、じゃあ木だね、木だね、俺チェリー、はい、木切っておきます、え、ね、ラボ開けよう、今開けてます、右は開けてる。左上か？右か？右は誰か開けてる。R は行った。R は行った。でも、やってない可能性あるじゃん。確かに。うん、俺押してるぞ。あれ？俺は押してるぞ。俺は押してる。R押してる。R 押してる。俺は押してるぞ。あ、あれ、アブじゃどこだ？左か。左でしょ。左上か？あった。あった。もう行ってんのか、もういいんだな、じゃあ俺ベリー勝ってるね、おい赤さん、みどりさん取った、いや、みんないっぱい持ってるよ、こっち足りると思いますよ、しかもラボ開けたからキャンプファイヤーない人一回行くありますね、キャンプファイヤー欲しい、家の右下いっぱいあります、オッケー、キャンプファイヤー入れといて、誰か開けたな、箱入れといて、ラボ開けたよ、誰か取れたボックス開けたな、サンタロウ、ガチ君、ケイスケさんで大体揃ってます、はい、僕333あります、ラボ開けたよ、俺持ってます、いらない、これ僕材料いっぱいあるんですけど、だ入れるっすか、もう、あ、じゃあガチ君入れに行って見張りしましょう、二人で、赤さん、緑さん持ってる、赤さん、緑さん持ってる、ナイスー、あ、もう行ったか、これ、持ってった方がいいのかな、これどうなんだろう、あ、OKOK、隠して、OKOK、隠します、上と右と下、え、もう素材いらないですよね、素材いらない、さっき下なかったですよ、
え、あのチェリー焼いちゃっていいよ。チェリー俺たあの倉庫入れといたから。チェリーあるならポットパイ作れる。ポットパイ。あ、じゃあチェリーある。チェリーあの倉庫に入ってる。チェリーあります。倉庫に入ってる。あ、3つある。倉庫に入ってる。チェリー3つちょうだい。チェリー3つちょうだい。倉庫に入ってる。あ、じゃあ取ってください。チェリーあるんで取ってください。ポットパイ欲しい。俺もポットパイ欲しい。3つ作ります。ポットパイ欲しい。はい。プレーターボックス開けます。プレーターボックス。巻き作ってきますね。巻き作った。はい。もう持って。あ、作った。はい、もらいます。行きます。行けますよ、俺。じゃあ誰か。待って、上と。オッケー。上原。下と右。はいはい。ちょうだい。N S E。行こう。はいはい。ここ落とした。下行こう。あ、じゃあ俺右行きます。下行こう。小倉君と。ケイスケさんはケロケロとケロケロとソーシャン行こう。下ケロケロとソーシャン下行こう。僕上行きますよ。上どうでもいいんだけど。なんだ、あ、びっくりした。ロールか。ケロケロがここにいるの。言えよ早く。なんだったん。早く言え、早く言え。いや、せだよね。オッケーで、これさ、いらないからさ。麻酔銃取った、麻酔銃取った。あ、ナイス。俺、木取った。で、まあ、一応ここ空いてるってことで。なんで笑ってんの。めっちゃ笑うやん。いや、俺、広告人怪しいなと思っちゃってさ。あ、マジか。てかね、今回ね、誰が怪しいか全然わかんないんだよね。いつもさ、結構怪しいやつわかるんだけど。だいたいね、そうだね。強いて言うなら黒人かなぐらいしかない。いやでも、いや逆に俺が白になってくれたんだったらいいわ。よかったよかった。あ、確かに。うん、これはでかいわ。怪しい。ちなみにディフェクターね。え、でもお前自白剤って誰でも出せんだ。あれ使えるんだ。あ、サイエンティスト使える。あの、生き返らせるのだけ。あ、そういうことか。なるほど。そうなるほどね。知らなかった。あ、ディレクター開けれる。左箱あるよ、ここ。いや今あれがゲージがない。ゲージがない。あ、オッケー。じゃあ下じゃなさそうだな、これ。あ、そっちか。ガチ君がちょっと、うん、ガチ君とサンタロウさんがなんか怪しかった気がするけどな。だって俺らと一緒に来ようっつってんのに行かなかったから。これ水じゃない、もしかして。あ、これ水じゃないじゃん。あ、水じゃないわ。上原、自白剤もう一個取れんじゃないの。取れるね、取ってこようか。うん、近いの。もう一発撃てばさすがに確定だよな。うん、誰か。そうだね、俺右行くよ。オッケー、俺ちょっとじゃあ自白剤もう一回行ってくるわ。はーい。え、なんでこれできない。全部食べる。あ、食べ持ってきたよ。できた。え、黒人さん、ちなみに、うん、ケイスケは白でいいの、大丈夫。俺は白だと思うけどね。いや、使ってもいいけど。使ってもいいよ。白だよ。もったいなくね。ちなみに何の職業。ハッカー。あ、1ぶっ壊されたね。1ぶっ壊されちゃいました、ね、ってことはケイスケじゃない。そうだね。ってことはこれ上か、うん、上に行ったやつがだってベーコン押してないってことは右じゃないでしょ、これ。上だ、ね、上、あ、ビーコン、うん。ずっとベーコンでした。突っ込まなかった。俺ずっとベーコンでした。あ、右だ。あ、しかも長飛。あ、オオカミいる。しかも超近くにあるし。ある。そうそう。一本刺しますわ。ちょっと刺してよ。起動してベーコン。で、ちょっと俺回復取ってくるわ。ちょっと。さすがに1対2はきつかった。あ、ワープか。あ、ウサギだ。下。左だね。左に行くわ。よし、行きます。あ、敵いる。そこで、なんか引っ掛けたから気をつけろ。俺の足音、そこで、やつやばか。あ、だから行ったの。誰だ。ちょっと早く終われ、これ。追跡しとくわ。オッケー。やべ。誰なの？教えて。名前何？教えて、ガリレオ。どれだか分かんない。名前何？じゃあベーコン行くか。早く終われや、ウサギ。ベーコン行くね。ベーコン行くわ、俺。ベーコン行く。小藤さん。はい、ドグラ君、黒で死にました。殺した。殺した。追放されてただろ。殺した。追放されてたぞ。さっきここは。俺違うよ。僕は追放されてた。俺自白剤されたから。梅原とケイさんは違う。梅原とケイさんは違う。で、誰？じゃあ誰？え、ドグラ君。
ギャスは殺した。で、あともう一人誰？あともう一人、あともう一人誰？追放して、追放して。え、何？こっち？サコさん。右。サコ、いや、サコさん追放しとく。サコさん追放しとくわ。サコさん追放しとくわ。ぶっ壊されてるから。あれ、どこっすか？サコさん追放。サコさん追放。サコさん追放した。追放した。追放して。追放して。サコさん追放して。あいつはどこ行ったの？わかんねえ。これ食らうしかない。食っちゃったな。あ、ちょっと待って。ここで。Kさん食らった食らった食らった。ここで。食らった食らった大丈夫。食らった食らった大丈夫大丈夫。食らっとく食らっとく。まあ、さあ。パーツ。修理は修理隠してあるよ。111111。お、やった連打やった。あ、ねえ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 。黒人。111111。待った。何？待って待って。ケイスケ待って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 。はいはい。あの追放しよう追放しよう。サコさんサコさん。オッケー。俺追放した追放した追放した。サコさん追放した。111111。ケイスケ111。ケイスケ111。オッケーオッケーオッケー。111。ドグラ死んだドグラ死んだ。ケイス、梅原ドグラ死んだドグラ死んだ。オッケー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 。知ってる知ってる。で、ちょっとあのベーコン行こうぜ、ベーコンってか、あのあれあ、黒人さん、黒人さん、行きましょう。サンちゃんだよ、よかったよかった。はいはい、危ねえ、俺、怖かった。サコさんだったら、あ、それで、完成。オッケーオッケーオッケー。火、あれある、あの、巻き、うわー、ワープかよ。巻きないんすよね。ワープかよ。うわー。ゲロキス、これ持ってなきゃいけないな。持ってたら持ったままなの。確かに。持ったなら持ったまま。持ったままですね。持ったまま取る。あ、オッケーです、オッケーです。これは厳しいぞ。巻き持ってる？巻き持ってたらちょっと黒人さんのとこ行きたいんだけど。やばい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 。いいよいいよ、今持ってる。あ、持ちますよ俺じゃあ。ちょ、死んじゃう、死んじゃう、死ぬんで、持ってください。はいはい、持ってください、お願いします。俺もう死んじゃう。ドグラどうした、ドグラどうしたの。ドグラ死んでる、ドグラ死んでる。あ、ドグラ君死んだ。黒です、黒。よかったよかった。じゃあガチ君行く、入れにこれ。あ、ダメだ、第一直さないといけないか。キー、キー。あ、これ。なんでサコさん、なんでサコさんは、なんでサコさん通用したんじゃないの。だから、ドグラが死んだから。あ、じゃあ俺サコさん通用します。誰か死んだの。佐古さん、梅原死んだのか。梅原が死んだんだ。ああ、そういうことか。梅原が死んだ。佐古さんって言ってますけど、でもされてるけど、なんどうやって、え、直したの誰。あ、ちょっと待って、黒人さん、救急起きます。救急。あ、オッケーです、オッケーです。あざす、あざす。111ってまだできてない。どうしましょうね、じゃあ。あれ、パーツ隠してあるよ、パーツ隠してあるから、まだいけると思う、多分。オッケーオッケーオッケー。回復ある。梅さん生きてるな。回復ある、回復。チェンターさん、俺が持ってきます、俺が持ってきます。第2行きますわ。あ、了解です、了解です。これどうやって落ちるんだろう。あ、これか。上、なんで。もう一人来て、もう一人。上に。あ、行きます、行きます。家がある、家がある、家がある。上に家がある。あ、いや、パーツ隠してありますよ。あ、サボさん死んだんだ。誰もいない、誰も。サボさん死んだ。うん。あ、よかったよかった。自白剤さ、あるに打っていい。いいよ。え、なんで。もうだって確定なんじゃない、ドグラとサボさんで。いや、そうなんだけど。いや、シーフの可能性あるな。あ、オッケーオッケー、いいよいいよ。シーフ系もさすがだな、お前。さすがだな、お前。殺してあいつを、あいつをさ、生かしておきたくねえんだ。なんか理屈で殺してんの。歩いた？まだいない？いないね。上の方行ったんだよな、家の。でもまあ直してっから第二拠点来んのかな。あいつだったの。あれか、あの直し待ちか。ちょっと食らって、なんか食らって。時間なんもできない、なんもないし。オッケー。多分なんもない。オッケー、はい、終わり。これで多分直すはず、あいつら。あ、来た来た来た。待っとかなくてもいいか、終わりでいいよな。あ、来ました。あ、オッケー、勝った。サコさんでしたっけ？サコさんと誰ですか？ドグラ、もう死んでる両方とも。あ、俺やっといた、俺やっといたから。今入っていいよ、入っていいよ。今の間入っていいよ。はい。
煙俺、煙俺。あ、いいです。俺、自白剤持ってるからさ。はい。自白剤を打ちたいんだよね。あ、マジですか。あ、じゃあ、黒人さんに。あ、あれさん。黒人は白だった。黒人も俺も入ってる。あ、そうか、さっき暴かれてました。ガチが入っていい。ガチが入っていい。あ、オッケーです。ちょっと待ってください。ガチが入れないってことはもしかして。ガチがなんで入んないの。うん。え、いや。ガチ真っ赤か、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 ちゃんとシーフまできっちり殺してこそだよな。そうだよな、そうだよな、やっぱケアだよな。あー、シーフはちゃんとここで行きましょう、行きましょう。シーフケアがすごい。いや、最初さ、梅原とさ、ちょっと R に使って、R シーフの可能性あったよねとか言って。ちゃんと殺そうとしてたから、シーフも。えらいわ。干渉だな、干渉。干渉だな。干渉ですね。時間も余裕だし。あれだぞ、小倉もサコさんも俺が殺してるから。あ、そうなんだ。そうだよ。やるね、1対1で。えらい。相当強いじゃん、それ。バルさん最強じゃん。え、サコさんはあれだった。あ、二人がかりというか、俺回復できたから倒す。あ、よくなかったな。なるほどね。ドグラなり良かったべきだ。え、ドグラ君何やってたの？何したの？いや、普通に。下手なだけでした。4対3で殴りかかってきたよね。いや、そう、3対1やったんですけど、なんか、3対1か。サンタロウさん疑われてる空気やから、あ、もう、もうええやろと思って。あ、ガチ君、あれか。あの時そうか、サンタロウさんが。なんかガチ君がなぜか俺のこと疑い始めて。いや、なんかね、ぼったちだったんよな。ガチ君、確かに早いわ、盗むのが。そうだね。早いっすか。だってもう、12分51秒の時点で、ギャスのロール盗んでるよね。あ、そうです、ここに盗みました。うん、どっちに転ぶか分かんないくなってから盗んだ方がいいんじゃない？ていうかさ、あれだよね、これさ、サコさんと出会ってればちゃんといいんだよ。あの、赤い、うん、あのトランシーバー使えないじゃん、盗んでも。サコさん、ね、サコさんと出会ってチーフになりましたって言ったら2対5になるから相当有利なんでね、人狼が。あー、確かに。邪魔できるから。あ、言うんかさ、あ、チーフの状態でサコさんに言うってことですか。あ、そうそうそう。いや違う。いや違う違う、取ってから取ってから、そうそうそう、取れたら。あ、はい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 。さあ2対5でやりたい方だ。サコさんにとってはシーフがいた方が嬉しいから絶対。そう、2対5だったら邪魔し合えるからずっと。けどあれだよね、その意思の疎通できないんだよね。あのトランシーバー使えないから、シーフから。トランシーバーがないからね。そうですね。一回出会わなきゃいけないんで、そこがちょっとあれなんだけど。よし。あれか、難しいな。やっぱ難しいな。これたむずいね。むずいよね。ああ。むずい。